どうもショータイムゴルフです。おはようございます。おはようございます。429ヤードパー4、2番。ひなちゃん人形が座ってて映ってる。うん、おお、ナイスワー。はい、OK。 まあまあね。あー、この方向です。林の中やっちゃった。そんな感じ。はい、170何番？6番。木に当たって落ちた。150、8番。うん、上げてるね。左シャンク。シャンクじゃねえべ。P130P。 すごい戻してくるね。弱い。ダボ。チャンス到来。チャンス。昨日歌ったよ。チャンス。きっと流れるって歌ったよ。バーディーパット。10メートルぐらい。10メートル。距離感のなさよ。伊藤くんのバーディーパット。あ、パーパットだ。微妙やね。ね、スコア悪いしね。スコアは悪いし、ギャグはつまんないし。ギャグじゃねえから。いいから早く打てよ。相変わらずスロープレーだね、やっぱね。ジェスさん。うん。そのさ、そんな冷たい目線やめてあげた方がいいよ。もうちょっと笑ってあげて。本題やってるか、本題。言うと、ちょっと右って。ね。ほら、ダモだよ、ダモ。これ危ないよ。どんだけオーバーするの、さっきから。2倍打っちゃってるじゃん。喋りすぎた。あれ今の。あれ今のペナルティーじゃん。やだ。俺がオッケーあげた。速さが分からんもんな。あ、血出た。
どういう打ち方してんの。え、もう速さ分かった、大丈夫。やっぱ2番ホールぐらいになれば分かるんですよ。最初の2ホールぐらいはしょうがない。11ホールやってますけど。え、最初の2ホールぐらいは消えてないです。どて今どて何オーバー。これはね、7オーバー。テレックも7オーバー。8オーバー。8オーバー。打ち上がった。やっぱ2ホール2ホールぐらい、最初の2ホールぐらいはしょうがないです、立っちゃうの。2ホールで8オーバーですか。そうそう、こっから大丈夫だから。大丈夫、自分を信じて。何、ピンまで185ヤード、5番。10番、198ヤード、パー3。今日は右手前。薄い当たりだけど、ちょっと手前、いいとこ。危ねえ。お。竹内プロ、2打目ちょっと厳しいね、これね、落とし場所がここなんで。うまい、絶妙。伊藤君2打目、ボギー、ダボ、トリック。オッケーだろ。今のはオッケーだろ。さっきのトリックのオッケーだろ。ナイス。ナイス。パー。耐えた。これで同点？同点や。やっぱ3ホール目にしてね、いい勝負繰り広げてます。あ、8か、3ホールで8オーバー。ノーバーディー。大丈夫か、これサムネ困るわ。大丈夫か、タイトルも困るわ。こっからもう一回チャラになってるから、こっからの勝負でもいいよ。チャラだから。今6ホールマッチ、途中からガチの勝負始めました。寒っ。脱いだのに。脱いだのに。あれ激ムズだな。激アゲンスト。息越えないね、テルキの距離じゃ。危ないですね、うん。木の左から。グッバイデイ。あ、飛んでね。バンカー？バンカー入ったか。この風じゃしょうがないよね。完全にね。まあ、こうやってたけどね、実際距離的には。あ、それはないんじゃ。いや、超えてますよ。だってバンカーキャリーしてるもんね。全然超えた、本当に。飛ばし屋だからさ。そうさ、靴紐ほどけて。うん、知ってる。飛ばないや。ふや。やばいな。やんでるから全然大丈夫。
行った？ギリギリ。おお。やべえ。はい。竹内君にダメ。うわあ、もう戻ればいいけど。123ピッチング。バンカー。サンドの見せ所か。うん、溝の見せ所。三台。シャンク。乗った。乗った。バディパット。10メートルぐらい。こむずい。むずい。すげえ、これはでかいね。相手ボギーかもしれないし。来た来た。やっぱ4番ホールになるとタッチ合ってくるんですよ。13番です。今日くんのパーパット。ミラーさ。はい、皆さん、こんな僕らでも応援したいなと思った人はグッドボタンを、こいつらカスだなと思った人はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後ともショータイムゴルフをよろしくお願いいたします。お願いします。